おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはピンクラッキーナンバー2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの4の逆位置が出ました。不満への打開策を見出す。うつうつとしている状態から一転、打開策を見つけ出します。理想に向かって、上手に考え方や行動を転換させていけます。思いがけないチャンスが巡ってきたり、閉鎖的な状況から抜け出すことを暗示しています。あなた様が考えていた方向性ではないかもしれないけれど、結果的に素晴らしい変化が訪れるでしょう。急な展開や、幸運が訪れる兆しであることは間違いありません。そして、試行錯誤したり悩んだことが、無駄ではなかったことを知るでしょう。新たなビジネス展開や、経済面にまつわる発展が期待できます。カップの4の逆位置の意味は変化、閉鎖的な状況が打開される、新たな行動を起こす、展望が開ける、予期せぬチャンスが訪れる、明るい未来。2枚目めくっていきます。力の逆位置が出ました。耐えかねて物事を投げ出す。最後まで粘り強くことに当たれず、相手から逃げ出してしまうことを表します。またそうした振る舞いのしたたかさにフォーカスが当たる場合も、相手に過剰に媚びたり、利用しようとしたり、それに気づかれればライオンは機嫌を損ねて噛みついてくるかもしれません。精神力の弱さ、自己コントロールができない様子を暗示しています。自分には乗り越えられないと思い込んでしまったり、長いものには巻かれろ的に権威や権力に従うなど、努力を怠って、逃げ道を見つけ出そうとしているかもしれません。あるいは、自分の権限や立場などのパワーを頼りに、力技で解決しようとして失敗する可能性も、いずれにしても度量や忍耐力の不足などから、努力することを放棄して、内なる力を発揮できないでいるようです。力の逆位置の意味は自己過信によって道を誤る、強がりな態度、実力不足、本能に流される、なぜかうまくいかない状況、試練に遭う。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。